経済政策提案、物価高、金利高、為替レート工事期の経済政策。高物価、高金利、高為替レートの経済状況において、政策の策定は重要な課題です。これらの困難を克服するために、以下のような様々な政策を採用できます。まず第一に、通貨量の調整が必要です。通貨量を減らすことで物価上昇を安定させ、貨幣の価値を維持することが求められます。第二に、 金利調整を通じて資金流入を抑制し、経済回復に寄与することができます。第3に、外国為替市場への介入を通じて為替レートを安定化させる必要があります。政府や中央銀行が外国為替市場に介入し、外国通貨を購入または販売することで高為替レートを緩和できます。第4に、財政政策の調整が重要です。政府の消費と税収を調整し、支出を削減し、 税金をを引きき上げるるここととでで経済を安定させることができます第5に構造改革を通じて経済構造を改善し成長を促進することが必要です労働市場の柔軟性を高め経済部門の効率を改善する措置が求められます第6に価格安定化のための政策を推進する必要があります価格調整を通じて消費者の購買力を保障し物価を安定させることが重要です第7に 財政健全性の強化を図り、政府の財政安定性を確保し、財政危機に備える必要があります。第8に、経済構造の改善を通じて産業構造を多様化し、経済の多様性を拡大することが重要です。最後に、消費者信頼の回復を目指す政策が必要です。消費者保護政策を強化し、透明性を高めることで消費者の心理を回復させる必要があります。 これらの政策は経済状況に応じて調整可能であり、政府と中央銀行は適切な政策の組み合わせを見つける必要があります。高物価、高金利、高為替レートの問題を解決するためには、バランスの取れたアプローチが求められます。ありがとうございます。